関起星12月から1986年は在日韓国人の政治運動家。在日本朝鮮人総連合会、岡山県本部議長、中央本部財政委員。日本で最初に朝鮮民主主義人民共和国の実情を告発した、楽園の夢破れて、北朝鮮の真相、末、部達の祖国、俗、楽園の夢破れてを表した。 全羅南道順天群に生まれる。1930年、順天の農業補修学校でストライキを主謀し、特攻に捕まる。1946年2月から1947年5月、在日本朝鮮人連盟岡山支部経済部長。1951年7月、日蘇協会岡山県支部連合会理事。1951年11月、 関抜一郎、牛エフ夫妻と、養子縁組、日本国籍を取得し、関隆史制となる。1951年9月から1955年4月、日本共産党岡山県委員会民族、対策部在制員。1955年6月から1956年5月、在日本朝鮮人総連合会、岡山県本部議長。 1959年7月、朝鮮総連中央本部財政委員。この間、在日本朝鮮人商工連合会理事、岡山県朝鮮人商工会理事長、岡山朝鮮人学校管理組合、副組合長なども務めた。1957年に続き、1960年8月、8.15、朝鮮解放15周年慶祝法長日朝。 教会施設団の一員として二度目の北朝鮮訪問。25日間北朝鮮の様子を注意深く視察し、北朝鮮帰国者の身に生じている厳しい現実を察知し、地上の楽園という宣伝の虚偽を知って、自らの信念を崩され、愕然としつつ、日本に帰国した。その後数日間。 私が心に抱いてきた15年の理想が、無残にも一丁の夢と破り去られた昇進から一人、王能の日を送った、という。しばらくして、関は、帰国事業をこのまま続けることは、多くの在日同胞を騙し、不幸な結果をもたらすことになることが明らかであり、町総連の最高幹部数人に個別に面会し、私がこの目で見た、北の真相を説明し、 より高度な民族精神、祖国愛に立って、事態を慎重に検討し、冷静に批判し合わなければならない。そして当面の急務としては、今行われている同胞の帰国に対して、従来のような欺瞞的宣伝、虚偽の報道を、即刻やめ帰国する人が進んで、祖国建設の戦死たり得るような、物心両面の準備と、心構えをまず持たせなければならないと行動した。 しかるにこの私の善意は、無残にも踏みにじられ、超総連組織にとって、不利になるとの変更と、あらゆる事実の発覚を恐れ、超総連指導層の一部の無知な者たちが、逆に私を、スパイ、反動、反逆、裏切りなどの汚名を負わせた。その上無謀にも、全国組織力を持って一辺に封殺しようと、下劣な手段に出たのである。1962年、 楽園の夢破れて、1963年、末部つの祖国を全貌者より出版。1986年、脳一血で死去。1997年3月、秋書房より、北朝鮮帰国者の生命と人権を守る会、関西支部編で、萩原良の解説を付し、楽園の夢破れて復刻版出版。2003年3月、 川で処方審者より、楽園の夢破れて、ま、二達の祖国を合わせて、再編集された、宮崎学監修、北朝鮮1960、総連幹部、最初の告発刊行。娘は、パンソリに思い秘める時ある、在日家族の歩み11月などを表した作家の後、ふみこ、娘む子が、機関3000里市の編集長や和光大学教授などを、務めた。 歴史学者の李人妃、ありがとうございます。